江戸高山口健二の第30回競輪祭決勝です。もう山口さんとライン競争を生かしてゴール勝負して何とかしようってそういう人だったんで、はい、もう競輪選手らしい。そうですね、もう関東をとにかく大切にしてましたね。私なんかデビューしたばっかの頃やっぱり記者を可愛がってくれて、はい、やっぱりこういろいろ教えてもらいましたね。あ、でも私のインタビューにはね、市中中のことは全然喋ってくれない。あの今日の調子はどうですか。まあまだね、いやみたいな、取り付く芝がないっていうのがね、やっぱりあのなんか女性リポーターに甘い顔を見せちゃうと、うん、マーク選手として周りから舐められる、うん、そういうところがあったんですよ。当時女性リポーター設楽さんしかいませんでしたからね。それは大体男性でしたからね。はい、まあ、競輪場男しかいなかった世代でしたから。で、はい、でね、まあ、このレースなんですけどやっぱり天候が、ね、すごかったっていうので、はい、スタートするちょっと前から急にこう風球を告げるみたいな黒い雲がわーっと出てきて、はい、もう締め切っちゃってるし、これやるのやるのどうするの、うん、どうするのどうするのみたいな感じで、まあ、でも雨はそんなでも最初はなかったんですよ。でスタートしてから変わっていったんです。一応あの皆さんに見ていただいても少し明るめに変えました。もうちょっと暗かったです。はい、でもまだ十分いけたんですよ。この時は雨は降っていたとしても、はい、で一応ちゃんとね、これ路面ちゃんとしてますでしょ。はい、ここから変わっていくんですよ、どんどん。私この時テレビで見てまして、まあ、入社1年目でして、はい、こうどんどん暗くなってくるんです、テレビで。ほら、あ、もうもうこれ氷が降ってきた。氷が降って、はい、だんだん輪立ちができ始めたんですよ。はい、なんかね、選手はね、あのハンドルからそのなんですか、あ、言うとおりに発症しましたね、今。はい、話すともう怖いっていうか、もう何もできない状態にしてたっていうんですよ。やっぱこの中でも先行するのが滝沢さんすごいですね。そうですね、一番の滝沢ですね。それとあの山口さんの車間の取り方が絶妙なこと、ぴったりついてますね。よくこんな中でできます、ね、あの5番と6番の間が空いてるんですけどもね。どんどんこうやって私が深くなって今稲光り光りましたね。怖かったですよ。でね、これね、2番車が井上陣さんです。よりに見よって一番見えないプロの番車が井上さん、もうどこにいるどこにいるって。ここで忍び寄ってきましたね、2番。忍び寄ってきた、そうなんですよ。まあ、それで山口さん、牽制して、ほら、もうどん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 ひどくなる。よくこんな滑るところで。誰もハンドル投げない。ほとんど投げられない。怖くて、はい。バランス崩しちゃいからですね。そうです。どういう状況の中のレースです。伝説のレースですね、本当に。そうですね。赤番過ぎのですね、2コーナーで、はい、誘導員が、内に切れ込んで、うん、ちょっとこう落車してしまいましたよね。誘導員の落車というのは、はい、その正選手を巻き込んでしまったりするとその不整理の要件の一つに挙げられますので、確かにものすごくみんなドキッとすることだと思うんですけど、はい、結局その正選手に絡まないで退避するためにはもうあれしかなかったと。だからとりあえず急にカッと動くと自分が落車するっていうことは多分予想ついてたと思うんです、うん、だけどまずは退避することが大事と、うん、そうすれば正選手との事故は起きない。もう接触しないためにですね。そうです、はい。もうだからそれは勇気ある行動だと思いますね。まあ、そのためにこうレースがちゃんと成立できたと。このレースね、なんでやっちゃったのっていう声もあるかもしれないですけど、はい、やっぱり当時まだそんなに電話投票もできてない、場外も少なかった、はい、でやっぱり本場にいるファンの数がすごかったですよ。2万人ぐらい、2万人この天候の中で見てるわけですよ。見てくださってる。それをやめるとはとても言えなかった。それが本当の気持ちだと思います。この後祝勝会とかも取材してらっしゃるんですよ。はい、祝勝会行きましてですね、はい、山口さんに聞いたんですけども、やっぱり氷が当たって、うん、もう足が腫れて大変だったって、うん、痛かったってやっぱり言ってましたね。まあ今の選手はでも恵まれてますよね。いい状況で走れてると思う。そうですね、小倉競輪場もドームですからね、はい、どんな条件でもね同じですからね、はい、中は快適な状態でレースできますから、はい、幸せだと思います。はい。